背番号0はエリック・マーフィー、まあ、27得点というのは自己最多でもありました。背番号6は長谷川智信です。まずは背番号0のジェローム・ジョーダン、すべてここまでスタートです。そして同じくここまですべてスタートで、ともに昨日とは打って変わって最初のシュートが得点になるという展開です。重富周希、バスケットカウント。いや、重富周希が早くも躍動。水野にファールです。エリック・マーフィー、そして菅野のスリー、今日は1本目から来た菅野のスリー。アレックス・マーフィー、ここはそのままいった、豪快、そのまま行ってアレックス・マーフィー、6点差です。アレックス・マーフィー、ここはもうエリック・マーフィー豪快にダンク。点差を詰め寄るためにはそういったことも必要になります。あー、ファールがあった。あー、しかもこれバスケットカウントです。ともに、おっと、またエリック・マーフィー、アレックス・マーフィー、そしてエリック・マーフィー、この辺りはしっかりボールを動かして、エリック・マーフィーが最後決めた。そしてアレックス・マーフィー、ここは水野がターンをしてそのまま決める。いやー、チームの連動性もそうですが、個人も、ここはレモン、久々にレモンに来ました、得点です。レモン、スティールだ、レモン、このスティールからのダンクはレモンです。あー、カットした、上段、ただ長谷川のサポートが早い、奪った、さあ重富周希がレモンだ、レモン、今度はエリック・マーフィー、長谷川のスリー、いや、しっかりお返ししてきます、長谷川です。そして白戸のスリーは落ちる。おお、重富周希がリバウンド行ったんですが、菅野のスリー、福島に出るエリック・マーフィー、そしてアレックス・マーフィー、アレックス・マーフィー、エリック・マーフィー、そしてアレックス・マーフィー、アレックス・マーフィー、あ、ホンダにファールですか。さあ、残り少ない時間の中でレモンが、これは落ちる、そしてここで試合終了です。